高賀三郎体温計殺人事件プロローグ石持圭介と彼の別荘石持圭介の人嫌いは有名なものだった探偵小説家の中にはひどい人嫌いがあって昼日中天野を締め切って 薄暗い部屋の中の敷きっぱなしの布団に潜ったきり絶対に人に会わないという人があるそうだが石持圭介ののような実業家の人嫌いは珍しいもっとも石持圭介は大きな会社の重役を十も二十も自分でも忘れるくらいに掛け持ちをして待合か目掛けたくにいる以外は朝から晩まで飛び歩いているという勢力絶倫の企業資本家ではなくてそれらの企業資本家 もっと手っ取り早く言えば金貸しだったので必ずしも人に会う必要がないのだったすなわち彼はほんの23人のしかも常用でないフリーランサー的の番頭があってその下にまた無数の金融ブローカーがついていてそのブローカーがまず直んの番頭に話し込み番頭が石持圭介に話をするという具合で彼はほとんど人に接しないで十分商売ができるのだった 借りる側の方から言うと直接本人に会ってお辞儀をしたりお世辞を言ったりする世話がなくそれからブローカーに幾分コンミッションを取られることさえ我慢すればいいのだしまた事実石持圭介は誰に貸しているのかよく知らないくらいだったしかえって借りいいので彼の商売はなかなか繁盛してもし発表したらあの人かと驚かれるような実業家までも彼の融通を仰いでいるのだった。石持圭介が どうしてあれだけの拒否彼の死後を発表されたところによると有価証券交際土地家屋等動産不動産を通じて1000万円以上で未回収を加えると1500万に達したを一台に積んだかということについては誰も詳しい説明のできるものはなかった彼は今言う通り極端な人嫌いだからため込んだ小金を 少数のブローカーを通じてぼつぼつ氷で回しているうちにいつとはなしに10万が100万になり100万が1000万になったので200万300万という大金が自由に動かせるようになってようやく人に知られ始めたのでつまりそこまでの到底については誰も詳しく知るものがなかったわけなのだ石持圭介についてもう一つの有名なことは彼の 若い美しい崔君の八重子のことだった石持圭介はこの物語の当時はすでに60近い老人で体に遭遇した大きな角ばった顔つきで人嫌いにしては眉毛が濃く怒って目のギロリとしたなかなか精かな油切った男だったそうだがそれに対してサ崔君はやっと278で冬の夜の澄んだ月のように 青白い冷たい美しさが体全体を包んでいるような細表の華奢な夫人だった彼女の全身については説をなすものがまちまちであるものは彼女が極馬団の少女だったと言いいあるものはいやそうではない彼女が危うく極馬団に売られようとしたのを石持圭介が金を出して引き取り育て上げて妻にしたのだと言いいあるものはそれは違う 彼女が失恋の結果逃身しようとしたのを石持圭介が助けて家に置くうちに妻にしたのだといいどれを信じていいのやらことによると全部がでたらめでないかとさえ思われるのだったしかしいずれにしても彼女の全身が謎に包まれていることだけは確かだったさて話はいかにして石持圭介が英県下の深海村の海岸に別荘を建てたか またいかにしてその別荘で奇怪な死を遂げたかということに移るのだがその以前にちょっと彼の甥の笠尾慶之助のことを述べておこう石持圭介の家族は妻の八重子だけで家には彼女の他に若干の雇い人があるきりだった石持圭介に接するのは八重子と八重子がやむを得ない事情のある時に代わる老女中とでその他の雇い人は 一切、直接に主人に話すことはおろか会うことさえまれだった商売上のことでは前に述べたとおりさんのフリーランサー的の番頭があるのみでその他に石持圭介に自由に会えるのは今言う甥の笠尾圭之介一人だったその他時折顧問弁護士の平山氏が彼に面会した笠尾圭之介は石持圭介の甥年をしていたが 介の死後を判明したところによると甥というような濃い関係ではなく地続きには違いないがずっと縁の遠い親戚だったしかし石持ス介には圭之ケ以外には地続きのものは全然なかったらしく圭之ケがこれも人の噂で確かではないが演歌師の群れに入って往来で怪しげな流行り歌を歌っていたのを圭介が拾い上げ 教育して学校を卒業させたので、それだから笠尾圭之助は B 大学の専門部を30近くで卒業したのだが彼はなかなかの祭子で圭介にはうまく取り入ったらしく卒業後もブラブラして圭介から小遣いをせしめていたが35か6の年にどう圭介を説きつけたか1年ばかり欧米にやってもらうことになってかなりの大金をせしめて まず欧州に出かけたたのだったところがこれは後に詳しく話すことであるが彼の外遊中に石持介が機械なしを遂げたのであるさて石持圭介が深海村の海岸に別荘を建てたことは人嫌いで交際のない彼がこっそりとしかも交通の不便なさして健康地でもない 別荘にに不向きなところに建築を始めたのであるから、世間の人たちは全然知らなかったのは当然であるしかし彼の妻や笠尾慶之助や直産のブローカーたちや彼を取り巻く少数の者はこのことを知って実に不審に思ったのだった人嫌いの外出嫌いの石持圭介が別荘を建てるということそれ自身が奇妙である上にその土地が非常に不便で 冬には寒風が吹きすさんで東京よりもはるかに寒く夏はさすがに東京よりは温度が低く秘書の目的は達せられないこともないがそれにしても他に適当な土地がいくらでもあるのにわざわざ深海村を選んだのは甚ははだ腑に落ちないことであったもっとも深海村の辞書は石持圭介がわざわざ買い込んだのではなく抵当にして金を貸したのが 債務不履行で自然に彼のものになったのだ人嫌いの彼はその土地が不便で他に別荘などのできる気遣いがないのを見込みちょうどひどく健康を気にしていてしきりに競争罪などを引用していた際だったのでふと別荘を建てようという気になったのだろうしかし周囲の人たちは全く魔が差したのだと考えもし言いもしたもっともこれは 後に石持圭介が別荘の一室で奇怪な死に方をしたからでもあったが石持圭介の死は一方深海村の村民たちには彼が別荘を建てるに際して村民の非情な反対を押し切って親睦とあがめられている松の老木を切ったたたりであるともっぱら噂をされた。この老木事件は、 後の話にも関係が深いからここで述べておきたいと思う深海村の海岸は極めて狭いもので大体は東に向いていたがその南端がほとんど直角をなして折れ曲がってその東端に突き出た岬状の昇級に限られている間に23端部ほどの平地があったそこが石持圭介の別荘の建てられたところでだから彼の別荘は北向きだったのである 海岸は今述べた通り極めて狭いもので、東向きの入り江はせいぜい二、三丁でここにはほんの少しばかり砂地があるが北向きの部分すなわち石持圭介の別荘のあるところは大小さまざまな岩礁が波に現れていてしけの時などはすさまじい怒涛を打ち上げることがあったその海岸の大きな岩の一つに幾百年を経たと思われる松の老樹が 幹をを伸ばし枝を張ってちょうど北向きの海岸全体を覆うようにして万居していたこれが問題の老木で石持圭介の方から言わせるとここに別荘を建てるからにはこの木を切ってしまわなければ海の眺望はまるで隠されて別荘の意味をなさないことになってしまうのだところが村民の側から言うと由来そこの平地は尊有地で 村民がそこでいろいろの催し物をしたりしていわば公園みたいなものだったので松の老木は金村にまで鳴り響いた名物の一つで海岸の風地を非常に引き立てていたし村民は親睦として崇めていたもので村の財政が分乱して収集がつかなくなってついこの公園にも等しい村友地を抵当に石持圭介から金を借りて期限に支払いが不能となって 彼の所有に帰したとはいえ村民が老朱を切ることは絶対に反対するのは無理からぬことであったところが石持圭介が金融資本家一流の傲慢さで全村民の反対を押し切って老木を無駄に切り払ってしまったのには一つの口実がないでもなかったというのは入り江の主な部分すなわち 東向きの約23丁の海岸の中ほどに北向きの海岸にある追い松に比べると大きさも枝ぶりもやや劣るけれどどこへ出しても恥ずかしくない追い松が生い茂っていて村民は北向きの海岸にある追い松と並称して夫婦松と言っていたのだがその松を千年村民自身が合意の上で切り払ってしまったのであるそれは何のためかというと 今から考えてみると馬鹿らしいことであったが松の木を切り開いた後へ存立の小測工場を建てるためだったちょうどその時分は世間の好景気の余波を受けて深海村は財政上その絶頂にある時でそれに海岸の条件が漁族の繁殖に最適だったと見えて漁獲が豊富でしかも値が高かったので村の会計は余剰を生ずるばかりだった。 そこでで。考えついたのが速攻所でこれもあとで考えてみると当時村の有力者のせがれにちょっと気象額をかじったものがありその男が野心を抱いて村民をおだてた結果らしいのだが気象の正確な余地は漁業を盛んならしめる礎だというので損壊で満場一致で無に無賛に可決され5万円余りを支出して速攻所が設立されたのだった。 その時には測候除熱に浮かされた村民は12の古老を除くほか松の老木などには1個も払うものもなく至極簡単に切り払ってしまったのだったついでに書き加えると測候所は完全にその機能を発揮する暇もなく世界的の不況はひしひしと僻地の深海村に押し寄せその上に海の条件に著しい変化を生じたと見えて 漁獲量は激減しそれだけならば好景気時代の余談で苦しいながらも23年はさほどの楽調を見せないで済んだであろうに石持圭介が別荘を作った年の12年前に尊友金6万円の消失事件が起こり村長助役をめぐって責任のなすりつけ合い損壊の乱闘訴訟に次ぐ訴訟で村はすっかり疲弊しついに 速攻所の閉鎖は言わずもがな、石持圭介から公理の金を借りて公園に等しい損有地を取られてしまうに至ったのだった石持圭介にとってはこの側溝所建設のために追い松を伐採した洗礼は倖庫の口実だった村民たちはしかし当時と今とは状況を異にするしすでに一本を失ったことは 残りの一本の存在価値をますます大きくしたのだといって懸命の反対をし陳情団は県庁から内務大臣の官邸に及び民事行政の両訴訟を起こすなどあらゆる手段を取ったが監督官庁でも疲弊した壁村の松一本のこととて重大視せずついに村民の主張は通らず石持圭介は村民の反対を尻目にかけて追い松を一夜のうちに切断して 完全としてて鉄筋コンクリートりの勝者なる別荘を建て,てしまったのだったた。のだ老朱伐採反対運動者のうちにはしまいには根負けのするものもあり中には石持ち側に買収されたものなどもあったが最後までいや既に追い松が切り払われて別荘の建設が始められてからも妨害運動を続けた熱心家が数人あった。その主たる者は、 宗教的見地からして村の寺院の最年次の住職小宮山閣年前助役の川本徳一郎村会議員で長男の市大学での清水健吉などだったしかしこれらの人々の反対は何らこう襲うせず別荘の建築は着々として進行し寄稿された翌年の9月には立派に出来上がった 石持圭介に代わって初犯の指揮をしている笠尾圭之助は別荘ができると1ヶ月ばかり自らそこに住んで不便なところを些細な点に至るまで改めて十分と見届けて石持圭介に報告した笠尾圭之助はそれから間もなく前に述べたように1年の予定で外遊の都に上ったのだがこれには 村民の必要な反対と必死の妨害に打ち勝って無事に別荘を竣工させた褒美の意味が加わっているのだろう以上が深海村の別荘の一室で石持圭介が機械なしを遂げる直前までのごく大体の経過であるしかも作者はこの慌ただしい説明の中にも省くことのできない事柄は残らず書いておいたからこれから先を読まれる諸君は 今までにに述べたたたううう。ちののどんななな些細なことととも読み落とししいいいようにしていただきたいと思う例えば石持圭介が体の衰弱を囲って競争剤を飲んでいたというようなほんのちょっとしたことでも案外後の出来事に重要な関係を生じてくるかもしれないのであるしたがって事与の公金の消失追松伐採に頑強に反対した3人の人たち 八重子夫人慶之助の両人など南な後の話に主要な役割をするはずである第一章石持圭助の死一廃測候所の住人深海村の別荘が竣工したのが九月で笠尾慶之助が 細部にまで気を配り万色のないのを期して石持圭介に完成したことを告げたのが10月で彼が香取丸で欧州に向かったのが超えて11月だったそうしてやがて冬が来たのだが1月になって石持圭介が突如別荘行きを言い出したのは夫人八重子および磁気さブローカーたちをひどく驚かした前にも述べた通り深海村の海岸は 冬季は海上から寒冷身を切るような北風が激しく吹いて、東京よりはるかに寒気が強いので別荘は無論秘書用と信ぜられていて冬に使われようとは誰も考えていなかったその証拠にはあれだけ最新の注意を払った笠尾慶之助さえ予期しなかったことと見えて別荘には全然暖房の装置がなかったくらいであるそこで八重子はじめ周囲の人たちは 圭介にせつに別荘行きを止めたのだが彼は断然承諾しなかったあとで考えてみると彼は久しい以前からある計画を着々進めていてその計画の大詰めとして深海村の別荘を選んだのだから誰が何と言っても聞かなかったのは当然だったそこで八重子夫人は急に伝統会社に命じて今と寝室に電熱線を引かして 電気ストーブで暖を取ることにした。電熱線の敷設で予定がやや遅れて1月の末になってようやく石持圭介は深海村の別荘に移った引き移る時には八重子を同伴したが間もなく彼は彼女を東京に返して広い邸内に例の老女中一人だけを置いて全く社会と隔離した孤独の生活を送り始めた彼が妻を返したのは 彼の代理として商売上のことを一切処理させるためではじめ番頭たちは深海村が交通不便の地で急の間に合い兼ねるので電話を取り付けるように頼んだが圭介は断固としてそれを拒絶してその代わりに妻に隠語を預けよほどの難件でない限り独断で処理させることにして番頭たちとの妥協がついたのだった石持圭介の孤独生活は 1>, 1月の末から3月の初めまで1か月余り無事に経過したあとから考えてみるとこの1か月余りを無事に済ませたというのはむしろ不思議なくらいであったがとにかくその間は無事だったそうして3月5日の朝彼は寝室に死体となって横たわっているのを発見されたのだったさて再三のことではあるが 私はここで話を中断して「廃測工場の住人のことについてもちょっと述べておかなくてはならないと思う」もし小説的効果を狙うならばこのことは後回しにして事件進行中に難人とおして廃測工場をのぞかしてそこに意外な人物が住んでいるのを発見させた方がはるかに興味があるのだけれども作者はこの物語では事件の進行をできるだけ時間的に記述して 色々の手がかりの発見も隠すところなく、かつ発見の順序通りにしたいと思っているのでここで廃速攻所の怪獣人尾形茂行のことを述べなくてはならないのである速攻所は前にもちょっと述べたとおり67年前の後継機時代に建てられたもので長方形の鉄筋コンクリート2階建てで各階の縦つは約20坪だった。 建築と内部の設備に約署員を,を置いて約1年ばかりするといろいろ不況の風が吹き始めその後かろうじて1年を支えると公金消失事件などが起こって閉鎖の運命になったので石持圭介が別荘の建築に取りかかる時までには3年余り風雨にさらされていたわけである。普通の住住宅でも年久しく人が住まないと、 なんとなく陰酸で不気味な感を与えるものであるがいろいろの怪奇な形をした機械器具がさびついたり破損したままで放りっぱなしになっている廃工場や廃研究所の薄暗いガランとした内部はさらに一層グロテスクなものである。ことにこれは荒涼たる海岸にポツンと建てられた小速工場で潮風のためにコンクリートの壁は一見ボロボロになった感を与え屋根には 星や風向きを知らせるための旗竿がヒョロヒョロとそびえて雨量を測るためのタンクや矢の形のついた風衣計やさまざまな形をした器具がそれもペンキがはげ落ちて醜い赤サビを表しながら震災直後のバラックの模型のように無様に並んでいるのが怪物を集めた見世物小屋のように思わせたもし内部を覗いてみるならばそこには 得体のしててないい機械器具が作装していて古代生物の対空を覗くような不気味さに襲われることであろうそんなわけで村民はこの配測工場を怖がって誰一人そこを組合の事務所にしようとか青年団の集合所にしようとかないしは魚の置き場にしようとかいうものはなく荒れるがままに任せてあったのだったところが 石圭介の別荘が寄港されて工事がどんどん進行している時に肺速工場を借り受けたいという人間が突如現れたのだったその人間は緒方茂之といって一見323歳の紳士風の男だが年のわりにはひどく陰鬱でもしもっと快活で朗らかだったら美目秀麗の行進士であろうに絶えず眉根にしわを寄せているために あたら男ぶりが陰険で狡猾そうに見えるのだった彼は偶然海岸を通り合わせて配測工場を発見し付近にいた漁師にそれが尊友であることを聞いたと言って村役場に訪ねてきて借用を申し込んだのだったその時に彼は帝大で科学を専攻した理学士でもし配測工場が借り受けられれば そこで彼が卒業以来研究しているある種の薬品の製造を試みたいというのだった財政上極端な貧窮に陥っている深海村の理事者としては廃物の建物からたとえわずかでも家賃が取れるということはすこぶるありがたいことなので緒方茂行の製薬の研究が爆発等の危険を伴わないことまた有毒ガスを発散しないことなどを確かめた末急遽損壊を開いて 若干のの家賃で賃で貸の契約ををすることを可決した契約書に調印された時がちょうど石持圭介の別荘が竣工した9月で笠尾圭之介がなお1ヶ月残留して全ての細部を完成した後10月に引き上げるとそれとほとんど入れ違いに緒方茂行は東京から職人を連れてきて速攻所の内部の改造を始めたそれが11月末には終了し それから緒方茂行はいろいろの機械気ぐるいを運び入れ年末には彼自身が移り住んで早くも研究を開始したのだったもし村民の中に少しでも科学の心得のあるものがあったらきっと緒方茂行を疑ったことであろうなぜならば科学上の研究はガスも水道もないところでは甚だ不便であるしまた 研究のために要するガラス器具試薬等は深海村のような壁村ではもちろん付近の町でも到底得られないからどう間違ってもこんなところに科学上の研究所を開く気遣いがないのであるまた実際緒方茂行が深海村に移り住んでからの様子に少し注意すれば彼が製薬の研究などをしていないことはすぐ分かることであったが科学の知識に乏しい村民は 誰やってそんなことに気がつくものはなかった。仮に尾形茂之を疑うものがあったとして彼のことについて東京に問い合わせれば彼が理学士を称するのは真っ赤な偽りで実は移選後中途で辞めてその後少しく法律をかじり今は変名で探偵小説などを書いて生計を立てている文筆業者であることが判明したことであろう。したがって彼は、 何か別の目的があって廃測工場を借り受けたのであってその目的が多分石持圭介に関係しているであろうことは読者諸君は察し知られるであろうが詳しいことは後に譲るとしてここには廃測工場に緒方重之という人物が住んでいたという事実の報告に留めておこうついでに付け加えるが緒方重之は全く一人で 速攻所内で自炊生活をして1週12回は研究用品の購入のためと称して帰京していたまた時折発明した薬品の生物実験をすると言って村民からカトモルモット時には鳥豚のようなものまで生きたまま購入していたこういうわけでその年の1月以降は深海村の かつての夫婦松が根を張り枝を広げて万居していたところに共に鉄筋コンクリート建てながら一方は商社たる別荘一方はグロテスクな廃測工所と言い合わしたように互いに孤独生活をする二人の人物が存在したわけである二死の発見三月五日 3月5日の朝、と言っても発見されたのは午前10時を過ぎていたが石持圭介は寝台に冷たくなって横たわっていた石持圭介の寝室は広さ10坪ばかりの長方形の部屋でその長い方の一辺が海岸に面していてどっしりした桜材の寝台は窓のすぐそばに窓に沿うて置かれていたつまり寝台は海岸に並行していたわけで 東を頭にしていたがその頭に当たるところからほんの少し隔てて大きなフランス窓があり窓の前方はかつてトマ松の一本がそびえていたところで今もなおその名残を示すように大きな切り株が黄ばんだ薄ネズミ色に見えていた1月の末から3月5日までの石持圭介の生活はその間に23回訪ねてきた八重子と ずっときっときていた老女中の竹下杉のかには全然知られなかったが竹下杉の話すところによると彼は今と寝室の間を往来するだけで庭にさえ出ず終日閉じこもって別に何をするでなし憂鬱な顔をして黙りこくっているばかりだったそんなわけで彼は運動不足と何かしら精神上の重圧のために体の調子を損ねたらしく 東京の本邸にいた時から用いていた消化薬下剤などをますます多量に引用しことに諸種の競争剤例えばマムシ酒の類ニラ製剤ホルモン製剤等を盛んに摂取したこの事実は後に石持圭介の自殺説を否定する一つの理由になったものであるさらに最近は不眠症にかかったと見えて就寝前アダリンを使用していた形跡があった 石持圭介の寝室には今述べた寝台の他に衣装ダンス化粧台等を備えさすがに妻子の笠尾圭之助が内部設備に意を尽くしただけあって気持ちのいい天井の高さといい床に敷き詰めた高価な絨毯といい壁の色照明の具合その他隅々の装飾品に至るまで何一つ火の打ち所のない快い落ち着きを見せていた。 石圭介が出来上がった別荘を見た時にどこよりもこの寝室が一番気に入ったのはけだし当然と言っていいだろう石持圭介の人嫌いの特性ならびに今まで述べた彼の行動から押して読者諸君も当然考え及ばれたことと思うが彼は確かに戸締まりを厳重にした別荘の出入り口には頑丈な鉄皮が取り付けられていてそこにはパテント状の他に 鉄製のがろされることになっていた。窓にはいずれも鉄の鎧のがつけられていて大部分はいつも閉ざされた霧だった昼間窓の鎧の開かれる部屋はわずかに女中部屋台所それから圭介の今寝室にすぎなかったのである寝室はまた一層戸締まりが厳重だった 廊下への出入り口と今との間にあるドアはすこぶる頑丈な厚い板で作られこれも女のほかに缶抜きがついていた窓は海に面した窓は海に面した方に2か所開いていたがそのうちの1つは寝台の頭部に近くあったことは既に述べたとおりであるこれには特にパテントの防火土が下りるようになっていた石持圭介の寝室は一度閉ざされんか 全くありのいる隙もないと言っていいのだった3月5日の朝石持圭介はいつになく9時を過ぎても起きた様子がなかった一体彼は早起きの方で最近は不眠症に悩まされているらしいにもかかわらず朝は必ず7時前に起床して従来1日といえどもその霊を破ったことはなかったそこで竹下杉は不審に思って 厳重に禁じられていることではあったがそっと寝室の外に来て中の様子に耳を澄ましたのだったところが寝室の中は死因としていつまでたっても何の物音も聞こえなかったのでますます不安に襲われた彼女は我を忘れて扉をたたいたのだった彼女は無論叱責を覚悟していたのだが叱責の声はおろか咳一つ聞こえないのだった 彼女はますます激しく扉をたたいたそして大声で旦那様旦那様と呼んだしかし何の返事もないのだった竹下杉はゾッとした彼女は石持圭介に何か異変が起こったにそういないと直覚したのだった彼女がこんな考えを起こしたについては12の理由があったのだがそれは間もなく述べるそこで彼女は 顔色を青くしながら付近の漁師の上に飛んのののににでいいいいった付近の漁師たちははかったしかし根が人のいい漁師であるし夫婦松伐採当時に熱狂的な反対をしたのは12の野心家に扇動された結果もあったのでそれに石持圭介は村に移り住んでからいまだ日も浅く彼の気候や偏屈は一般に知られていなかったから。 この漁師は竹下杉のの恋にに応じてて別荘に駆けつけつくれたのだった。だっ漁師は長年会場で荒波を叱咤したドラ声を張り上げてサザエのような拳を固めて激しく扉を叩きながら叫んだがやはり部屋からは何の物音も漏れてこなかったそこで彼はさらに竹下杉の要求によって仲間の子の23人を連れてきて薪割りを振りかぶって扉を叩き破ったのだった。 部屋の中は無論真っ暗だったそこで竹下杉はすぐに窓の防火土を巻き上げた部屋の中に心ない老女中や漁師たちが侵入したということは後に石持圭介の死因に疑問を生じそれを確かめなければならないようになった時にどれくらい障害になったかわからないのであるすると石持圭介は「寝台にやや右下の位置」 すなわち顔を少しく窓の方に向けて少しも取り乱した様子はなく楽々と眠っているままの状態で冷たくなって死んでいた竹下杉は死体になっている石持圭介の頭部を抱き上げようとして冷たくこわばっているので驚いて手を離した時にわずかながら異様な匂いを感じたこれは後に問題になって居合わした漁師たちは係官から尋問を受けたが 3人の漁師のうち1人は全然気づかなかったと答え1人はそういえば匂いがしたかもしれないと言い,い最後の1人は「オラニラの匂いのような気がした」と答えた竹下杉の答弁は最後の漁師の言葉と一致して「確かにニラの匂いでした」「旦那様はニラの薬を毎日飲んでおられましたからその匂いがしたのだと思います」と答えた 医師といっても手近なところにはいないので D 長から呼び迎えられた一方東京の本邸の方には電報が打たれ別荘は時ならぬに異常な緊張ぶりを見せたやがて医師は駆けつけてきたが彼は首をひねった彼には死因がはっきりしないのだったそこで急は駐在所にほうぜられて巡査がサーベルをガチャつかせながらやってきた もし死体が血に濡れているとか寝台から滑り落ちているとか苦悶の跡があるとか何かしら鈍感な漁師たちや老女中にも変死らしいと考えさせる兆候があったら彼らだって少なくとも医師と同時に巡査を呼び迎えたであろうが死体が全く自然死の様子をしていたので巡査を迎える気を遅らしかつ壁損のこととで 付近の D 町の文書から警部が出張し、さらに県警察部から刑事課長以下が出張してくるまでの間に意外の時間を費やし、そのためにどんな名探偵が来ても手の下しようのないように手がかりがもみ消されてしまったのは是非もないことであった。石持圭介の死体は出張してきた県警察医の手で簡単な解剖が試みられたが、彼の意見も前の意思のそれと一致して 圭介の内蔵書記官が案外の健全さを示してほとんど老衰あるいは病的の兆候は表していないから死因は不明であるが自然死とは認めがたいという結論であった多くの心ない人たちによって踏みにじられた現場からかろうじて探り得た大体の状況は次のようだった1戸締まりは完全であったすなわち老女中や漁師たちは 扉を叩き破らなければ侵入できなかったので今との境の扉もちゃんと錠を下ろして缶のきが内部からかけてあった海に面した2つの大きなフランス窓も鉄製の防火扉が下ろされていた係官が出張した時にそのうち1つが開けられていたのは竹下杉が開けるものであるなお窓のとも一度開けて再び閉めたがそれは全て竹下杉がしたことであった 死体は楽々と自然の睡眠位置で横たわっていた死後およそ12時間前後と推定されたので死んだのは前夜10時前後である部屋の中も何ら取り乱したところはなく無論紛失したものは一品もなかったただ寝台のそばの電気ストーブのプラックが竹下杉は確かに石持圭介の就寝前にちゃんとソケットに入れておいたにかかわらず 乱暴ににに引き抜いて壁に取り付けたソケットのそばに転がっていたこれは前夜は深海村には珍しく南風が吹いて別荘付近は無風の状態となって気温が著しく高くなったのでその上に電気ストーブがついていてはむしろ暑いくらいであったろうから就寝後石持圭介は目を覚まして高度を引き抜いたものと推定されるのだった3 寝台の鎮頭に置かれていた消灯台の上にはアダリン消火剤ニラ製剤水差し等が置かれていたアダリンは30畳入りのチューブでうち10畳が欠けていたがそれだけのものならばたとえいっとに飲まれたとしても致死量には遠いものだった4寝台付近にはわずかな異臭が漂っていた それがニラの匂いのように思ったことは竹下杉と一人の漁師によって証言されたところですでに述べた通りである5寝台と壁との間に横たわっていた石持圭介を標準とすると彼の胸の辺りのところの床下に体温計がケースに入ったまま落ちていた彼の胸の辺りのところの床下に体温計がケースに入ったまま落ちていた そこはちょうど窓と窓ととのの間の壁,にあたり壁のまさに終わろうとしているところに石持圭介の頭部があり頭部の終わるところはすなわち窓になっていることは前にも述べたとおりであるが体温計の落ちていたところは石持圭介の胸部にあたり窓と窓との間の壁の中ほどに接した床の上であった思うに体の状態について極度の神経過敏に陥っていた圭介は 毎夜、就寝後体温を測る習慣があったのであろう彼は体温を測った後体温計をケースに収め鎮痛台の上に置くつもりのところ誤って手を滑らして床下に落としたものであろう体温計の落ちたところが寝台と壁との間すなわち石持圭介の右に当たり王がしたまま体温計をケースに収め 鎮台に置こうとして右手を動かした弾みに手を滑らしたものとすると極めて自然の位置に当たるのだったこの体温計はちょっと人の気づかないところに落ちていたために幸いに係官の捜索するまで老女中や漁師たちの目に触れないでそのまま床に横たわっていたのだった竹下杉はその体温計が石持圭介の常用の品で前夜就寝前までは 確かに珍糖台の上に乗っていたことと圭介がしばしば体温を自ら測る習慣があることを証言したそこで体温計は極めて慎重に取り扱われ後に付着した指紋を調べられたが体温計からもケースからも石持圭ケス以外の指紋は全然発見されなかった体温計は外国製の棒状のものであったがケースに収まっていたのと多分ケースが 布団の上を滑って、比較的緩慢に床下に落ちたためであろう、少しも破損していないで、ちゃんと三十六度五分を示していた。このことは、当時石持圭介が何ら病気と認むべきものがなく、当然平熱であるべきことによく一致しているのである。もっとも、後に八重子の証言によって、圭介は体温を測った後は、 必ず水銀を最下部にまで振り下げておく習慣があるということだったしかしこの習慣も全然例外がないとは言えないのだなお後にこの体温計には厳重な検査が施されたが0 1度の誤差さえなかったのだった現場における状態は概要右のようであったが外部より侵入したる形跡は全然ないし死体に暴力を加えた跡もないので したたががって他殺とは認めがたくもし自然死でないとすると過失しあるいは自殺と認めななければならぬ刑事課長は首をひねったが彼は管轄違いながらこの別荘が建設される当時県庁が連日のように深海村の村民の陳情に責められたことはよく知っているししたがって石持圭介が千万長者であること。 人嫌いの気候のあることなどをよく知っていたし平然、体を大切にしていた点その他の状況から自殺とも断じがたいので万一の場合を考慮して A 地方裁判所に電話をして判検時の出張を請うた死体の発見されたのがほぼ午前10時で D 町から医師の来たのが11時駐在所の巡査の急報で D 町から文書長の駆けつけたのが11時半 さらに A 氏から刑事課長の出張してきたのが午後1時それから1時間後に判検時の出張を請うたのでその一行が別荘に到着したのは午後3時過ぎで一行の乗っていた二等車には連邦によって東京の本廷を急遽出発した石持八重子が青白い美しさを黒いショールに包んで「まじろぎもしないで」 隅のの方にかけていたただっ賢治は直ちに尋問を始めたがその結果意外な新事実が発見されて石持圭介は他殺の疑いが生じその死体は A 医科大学に送って厳密な解剖に伏せられることになった。 発見された真実というのは竹下杉の陳述に基づいたもので彼女は石持圭介の死亡推定時刻である午前10時ごろ怪異なものを見たというのだった竹下杉はもう60近い老婆で教育の程度も低くロドンに近い女でそれだからこそ人嫌いの石持圭介も10年近くも雇い続けついに簡単な身の回りの世話までさせるようになったのであろうが こうししたた。女のの通用性としてひどく迷信深いのだった彼女は石持圭介が村民の非情な反対を押し切って夫婦松の一本を切り払ったことはうすうす知っていたが別荘に来て村の漁師たちと直接口を利くようになったから彼らからそのことについて詳しい話を聞き年を経た老女には性があると固く信じていたので彼女は 伐採された生松のたたりをひどく恐れていたそれゆえ彼女は石持圭介が日没と同時に門を閉ざして厳重な戸締まりをすることをかえって喜んでいて6時の夕食が済み食事の後片付けと寝室の用意が整うとさっさと女中部屋に入って小さくなっていたところが昨夜はどういうものか何か変わったことが起こりそうに思われ いつもより一層気味が悪くて女中部屋に閉じこもっていても襟元がゾクゾクするようで恐ろしくてたまらなかった一つには三月五日というのに陽気がひどく暖かで前日あたりの寒さに比べると下肢の十度以上も高くそれに南風が昇級に遮られるために海岸の一帯は無風状態で入り江の中にさざ波一つ立たずまるで湖水のようになって 折からの闇夜にどす黒く静まり返っているのが何か天変地異の前兆でもあるように感じられたからであろうそれに時折は昇級の上の木がざわめいてその上を吐いてさっと暖かい南風が吹き寄せてくるのが一層気持ちを不気味にさせたのだった10時頃竹下杉は自然の要求に駆られたのでやむなく便所に立った 便を終えてから何気なく窓からのぞくと便所の窓には鉄碑はなかったその代わりに太い鉄棒が適度の間隔で植えてあったのだったちょうど松の切り株と思われるあたりでふわりと赤い火が浮かび上がったそれと同時にとす黒い沼の表面のような気味の悪い入り江の上にも人玉のように赤い火が浮かんでいた 彼女は「キャッ」という声を立てて転ぶように部屋に駆け込み布団をかぶってブルブル震えながら念仏を唱えて夜の明けるのを待っていた翌朝彼女が石持圭介の起きるのが遅いのに不審を起こし厳重に禁じてあるにもかかわらず扉を激しく叩きかつ漁師を頼んで扉を破壊されたのは全くこの怪異を見たせいであった竹下杉の陳述は 一概に迷信の結果とと排斥することができなかった彼女の陳述に基づいて刑事が庭を調べるともっとも庭といっても別荘と海岸の岩礁を巧みに補てして作り上げた石垣との間のごく狭い部分でそこは砂原でなければ岩門で足跡などは容易に残らないところであるが例の追い松の切り株の辺りにバットの空箱が1つと23本のマッチの燃えさしが落ちていたのだった。 竹下杉は当日の朝庭の部分を這いたしそこは邸内で村民の自由に出入りのできないところであるから昨夜何者かがここに忍び込んだものと認めざるを得ないのであるそこで今までは他殺説に重きを置いていなかった刑事たちも画ぜ活気を呈して村民の動静を探るために村中に散ったがその中の一人が D 町の停車場で意外なことを聞き出してきた。 それは昨夜9時20分着の汽車で一人の夫人が二等室から下車したが肩掛けで鼻から口を覆っていたけれどもその夫人は石持八重子にそっくりだったということだったしかしその夫人は再び停車場には姿を見せなかったそうであるまた他の一人は夫婦松伐採反対運動の際過激な源氏を浪し かつ別荘が建てられてからもなお妨害を続けていたが小宮山各年寺の動静を探ると前夜各年方に川本徳一郎清水元吉のほか2名の者がひそかに会合をした事実がありそれらの者は九時過ぎ各年方を出たが同夜十一時頃まではおのの自宅には帰らず行動が不審であることを探り出してきたのだった刑事の発見に基づいて検事は 石持八重子を尋問したすると意外にも前夜9時20分李長着の汽車から下車したのは彼女であることをすぐ認めた彼女の語るところによるとその日の午後3時頃夫の圭介から手紙を受け取ったその手紙には「休養ができたからすぐ別荘に来てくれ」とあったので彼女は大急ぎで支度をして東京を立ったが A 氏の乗り換えで意外に暇取ったために D 町に着くのが9時過ぎとなったのだったところが別荘に着いてみるとどういうわけか固く戸締まりがしてあって叩いても呼んでも何の返事もなかったのだった以下検事と八重子との問答である別荘に着かれたのは何時頃でしたか駅に着くとすぐ自動車に乗りましたが ご承知の通り自動車は別荘の前まで来ず少し歩かなければなりませんでしたので別荘に着きました時は10時少し前でした別荘が閉まっていたことをどうお考えでしたかいくら叩いて読んでも起きませんので私は手紙に書いてある日付を読み違えたのかと思いましたそれとも拓が書き違えたのかもしれないと思いましたでそれからどうしましたか どうも致し方がございません D 町にもろくな宿屋はございませんし東京へ引き返すより他に仕方はございませんでしたしかしあなたは D 駅には引き返されなかったようだがええ D 駅へ行きましてもうまく A c 行きが出るかどうかそれにまだ汽車があるかないかさえ分かりませんので直接 A 市に参りました A 市へ自動車でですね はい。その自動車はどこでお雇いでしたかご返事は。D 町に参る途中で行き合った自動車を雇いました。あなたは D 町の方へは引き返さないと言われたがええ、そう申し上げましたがあれはこうなんでございます。D 町へ引き返すほかはないと存じ歩いております途中で空の自動車に出会いましたので。 終列車に間に合うやらどうか分かりませんので A 氏へ行こうと思いついたのでございます A 氏で泊まられたのですかいいえ終列車に間に合いましたので東京へ帰りました先ほどお話のご主人の手紙はお持ちですかいいえ持っておりませんではお家に置いてあるんですねいいえではどこにあるのですか 破って捨ててしまいました何破って捨てたほう、あなたはいつもご主人からの手紙を即座に破って捨てるのですかはいはは <laughs> 何か理由があるのですかお返事は習慣でございますご主人の手紙を即座に破って捨てるというのは奇妙な習慣ですね はいそれはそれはそれはどうですかどうですかはなはだ愛すみませんけれどもそのことは申し上げかれますうんではあなたは果たしてご主人からそういう手紙が来たかどうか立証できないのですねはいンジはそれ以上追及しようとしなかった この若い検事が後に告白したところによると彼は尋問を続けるうちに彼女の潤んだ大きい目と青白い皮膚から発散するミステリーとエロチシズムの交錯した異様な美しさには少なからず悩まされたそうである 2> 第2章二組の検疑者1死体の解剖 3月6日石持圭介の死体は彼の死の発見された翌日 A 医科大学で T 博士執刀のもとに解剖に伏せられた T 博士は A 大学の法医学の教授で死因の推定については司会の権威者であった博士は石持圭介が千万長者でかつ平成極端な人嫌いであり 深海村の別荘で奇怪な死を遂げたと聞きすこぶる慎重の態度で一頭を入れるごとにいかなる微細な変化も見逃すまいと目を見張って最新の注意をした視界の権威者 T 博士がこれだけ力を入れたにもかかわらず結果はすこぶる漠然たるものだった死亡時間はやはり前夜10時前後と推定されたが死体は外部には何の異常もなく内臓書記官もまた 先警察医の結論のように何ら病的変化も著しい漏水の兆候をも表していなかった血液も一酸化炭素ないし生酸中毒に見られるような特異な変化は認められなかった強いて言えば肺臓の毛細血管にわずかな炎症のようなものが認められたがそれは死因と断ずるにはあまりに貧弱なものであった「傷外による心臓麻痺」ということも考えられるので 脳の状態を調べるために T 氏は進んで頭蓋骨を開き始めた T 博士は大脳にメスを入れた時に軽く「うむ」とうなって傍らの刑事課長を顧みた運動中枢にやや血行障害を起こしています無論脳出血を起こすほどではない生前からの障害であるか死に際して生じたものか不明ですが 一応注意すすべきことですなお大脳皮質にも幾分変化を起こしているそれは死因に関係がありますか何とも申し上げられないあるいは生前のものかもしれんそうしますと解剖上の所見では遺憾ながら死因と断定されるものは発見できませんなお イブには若干の薬剤があるようですからこれの科学試験で何か得られるかもしれないすると自然史か変死かということも断じて変死です自然史とは認められませんしかしいかなる方法で死に至らしめたかこれは今後の研究問題ですでは他殺とお認めになるんですか ままで多殺と思われます。従来発見されていない神秘的な方法と言っても多分分解吸収の早い特殊のアルカロイドの類ではないかと思いますがこれは科学検査の結果を待たなくてはなりません T 博士の解剖は今までにない曖昧な結果に終わったなおこれはその日のずっと後に判明したことであるが イブにあった薬剤数種は普通の消化剤ニラ製剤アダリン等の混合であることが確定されたがその他になお一種の芳香族化合体と認められる薬品があったがすでに大部分は分解吸収せられて確定試験を行うことができなかったなお金属化合物の毒物について特性試験が行われたが水銀鉛等は全く検出せられず ただ微量のヒ素がマーシュ試験であるかなきかのヒ素教を検出したこの報告を聞いた刑事課長は踊り上がって「じゃあヒ素の中毒ですね」と言ったが T 博士は首を振って「あまりに微量です」それにヒ素化合物摂取の際の中毒症状を全然表していませんじゃあその芳香族の化合体は 毒物かもしれません。しかし断定はできません。なお今後の研究を要します。他殺であることはどうでしょう。確実性を増しました。しかしこれも断定までにはいまだ距離があります。こういうわけで、その日の解剖の結果は、はなはだ不完全なものだったけれども、刑事課長は幾分満足しながら深海村の別荘に向かった。 別荘には今日も班検時の一行が出張しているのだった李事長の文書長は刑事課長の顔を見るとすぐそばに寄ってきた八重子という女を文書へ連れて行きたいんですけれども検事殿がどうしても許さないんです何か新事実が上がったかね上がりましたともあの女の今から足さんの半分ばかり入った温酢瓶が出ました 何アヒさん今ってこの家のかいええ。あの女が時々ここへ来た時に使っていた部やですよ。シモンはダメでした。全然ついていません。女はなんと言った聞くだけやぼですよ。そんなものは全然知らないと言いました。あの若いんじさんの生ぬるいしらべ方ではダメですよ。ああ。 しかしそれだけではねえところがおとといの晩あの女を乗せて A 氏へ行った自動車の運転手が見つかったのですじゃあ女の言ったことは確かじゃないか男がついていてもですかええ男が同乗していたのかええ自動車に乗ったのは女だけです送ってきた男はそこで別れたのです 運転手はその男を知らないのかええ運転手はリーチョウへ新しく来た男でこの辺の人間なんかまるで知らないのですしかし話の様子ではこの辺りの百姓や漁師やありません東京のものです人相は点でわからないのです覆面をしていたそうですから覆面 覆面というのは少し大げさなんですが鳥打ち帽を目深にかぶって防寒用のマスクをかけていたのでまるで顔が隠れてしまって全然人相が分からなかったそうですそれに車を止めたのが真っ暗な道の真ん中なんですからしかし洋服を着ていた点や言葉つきから東京のものには違いないと思われますしかしその男は自動車に乗らなかったんだろう でないと東京へは帰れないじゃないか D 駅からは AC 行きの終列車があるだけだからそうですけれども終列車にはそんな男は乗らなかったそうですじゃあどうしたろう東京へ帰るつもりなら自動車に同乗しそうなものだがですからその男は D 町の宿屋にでもいるんでしょう調べさせていますうーん それでも検事はインチを許さないんだね。ええ、他殺と断定される証拠をあげろと言うんです。どうして犯人があの部屋に入ったか、その方法を説明せよと言うんです。部屋に入らなくても殺人はできるよ。刑事課長はやや興奮した口調でこう言うと、折から向こうに姿を現した検事の方に、 ささっさと歩き出した2発見された日記3月6日ヤー刑事課長は検事に呼びかけた解剖の結果は甚はだなはな不十分ですが大体いい他殺と決定しました多分毒殺らしいですそうですか 検事は頷いた。八重子という夫人を婚姻したいのですが何か証拠がありますか毒殺ですから謹慎の者が疑われるのが当然です毒殺ならあの部屋に入る必要はありません前もって与えておけばいいのですからじゃあ竹下杉が第一の嫌疑者ですねあの女は問題じゃないでしょう じゃあ八重子が与えたと言うんですかそうです八重子が来た時には別荘は閉まっていて入れませんでした本人はそう言っていますが合鍵を持っていたかもしれません扉には缶抜きがかかっていたはずですそれはどうだかわかりません八重子は当夜9時20分に D 駅に着いたのですよ D 駅からここまで 自動車を利用しても歩くところがありますから女の足で30分はかかりましょうするとよし合鍵を利用して家の中に入ったとしてももう石持圭介は寝室に入っていたはずです毒物の与えようがありませんかつ八重子は夫から大切な韻を預けられるほど信頼を受けているのですしかし八重子には疑わしい点が待ってください 僕には別の考えがあるんです。すけの日記帳を発見したんですかね。ここへ来てからひとつきばかりの間の日記で書いてあったりなかったりところどころブランクになっていますがね。その中に、賢治は手にしていた日記帳を開きながら1月30日と2月が9日と23日の2回。ほら、こんなことが書いてあるでしょ。また、 例の絵画が窓の下に現れた。俺は呪われているんだ。ねここには、ああ、また怪しい日だ。だが、たかが植物にたたりがあるなんて、バカな、そんなバカげたことがあるものか。ただ、俺が呪われていることは確かだ。これで見ると、 事件の当夜竹下杉の見た日というのは錯覚と言ってしまうわけにはいきませんこの日記によると石持圭介がここに移ってから少なくとも4回出現しているんです刑事課長あなたはこれが超自然現象だと考えるような迷信深い方ではないでしょうね無論です現に事件当夜も例の松の切り株付近に人の忍び込んだ形跡があるのですから 僕も少しは知っていますがその松を切ろうとした時に村民の反対は随分猛烈だったらしいですね県庁の陳情などは実にものすごいものでしたそうするとその後ずっと被害者を恨んでいた者がないとは言えませんそうした者が被害者を脅しつけさらに進んで殺害しようと考えないでしょうか考えないとも限りません そういえば、現に事件当夜維持にの不審な行動のあるものがあるようですそこなんですよご承知の通り事件当夜再念時とかいう寺で密木を凝らしたものがありそのものの9時ないし11時までの行動は甚ははだ曖昧なのですもし日記の日付の1月30日と2月9日および23日にこの者どもが夜間家にいなかったという事実があれば もはや偶然とは言えないと思います調べたんですかもっか刑事に調べさせていますがね僕はこの方に重きを置いていますよ彼らの一人が昼間のうちでもそっと台所に忍び込んで食べ物に毒物を投げ込まないとも限りますまいそれなら竹下杉もやられるわけですが主人だけ食べるものがあってそれに入れたかもしれません それれなら八重子にできたかもしれません最近に来た時にそっと食べ物に毒物を入れておいたのをおとといになって石餅が食べたのかもしれませんよ。やえ子が最近ここに来たのは2月の20日ですからその時に何かに毒を入れておいたのを3月4日になって主人だけが食べるというのは少しどうかと思います。一昨日年に会合した3 4名の,ものは 少なくとも石持圭介を脅して精神的打撃を与えようとした事実は認められますからもし毒殺犯人があるとするならこの者たちの中ではないかと思います検事と刑事課長の問答を聞いていた文書長は不満そうな色を隠しながら検事殿がそういうお考えでしたら早速各年始め川本清水などを文書へインチいたしましょうそうしてくれたまえ 若い見事は自信がりげに言った三弁護士よりの秘伝三月七日親睦とあがめられている老子を切ったことが恐ろしいたたりを招いたということは石持側にもまた深海村の村民たちにも不幸にもはっきりと分かったのだったすなわち 親睦を切らせた党の石持圭介は機械な死を遂げるしそのために村の有力者である西年寺の住職川本一郎清水賢吉の3人は恐ろしい嫌疑で D 町の警察文書へ降印されてしまった公金消失の紛上以来世界的不況の襲来老朱伐採反対運動と闘争、疲弊陳情 訴訟とヘトヘトになった村民は村内にかつてなかった殺人事件を引き起こし村民の中から23の婚姻者を見たのでジオの村民はすっかり怯えてしまった先に速攻所設立の際夫婦松の一本を切り取ることに反対した古老のうち生き残っている12の者はこの時とばかりに前の日を責めてその時以来何一つろくなことが起こらないのは全くそのたたりであると言い出した なるほど考えてみると忌まわしい事件は全て速攻所設立以来起こったことであるから村民は今さらのように最初の追松を伐採したことを後悔して松の姓を慰めるために新刊を招いて祭りをするやら速攻所と別荘の付近に若松を植えてそれを二代目の夫と松として敬うことを誓うやら大変な騒ぎを演出した李事長の文書に降印された3人は 文書に出張した検事の厳重な取り調べを受けたが、彼らはガンとして、殺人はもちろん石持圭介に恐怖を起こさせるために開花を表した事実も否認した。検事は石持圭介の日記に記された日付によって、1月30日、2月9日並びに23日の3人の行動を調べさせたところ、3回とも3人は再燃時に集合した形跡があり、 9時ないし11時には寺にもまた各自の自宅にもいなかったことが確かめられたので検事の追及は瞬間を極めたが彼らは容易に自白しようとしなかった一方文書長は事件当や八重子を送った怪人物を突き止めるべく D 町の旅館を片っ端から探索させるとともになお刑事を四方に走らして追及瞬間を極めたところで 読者諸君はすでにその怪人物が廃側工所の住人尾形茂之であろうとほぼお察しのことと思うがそうしていかにもその通りなのだが彼がどうしてそんなし烈な捜索の中で格別怪しまれもしないでいられたかというとそれには一つの話があるのだ李朝警察文書の刑事の一人高井邦蔵は深海村の村民三人が文書に降印されるのと相前後して 廃速攻所に機械な人物が住んでいることを耳にしたそこで彼は何の猶予もなく側向所に向かったそれは未だ日の高い午後の1時頃だったが裏口から一足速攻所の中に足を入れるとさすがに千軍万馬の間を駆け回った古巣はものだったけれど高井刑事は思わずタジタジとしたのだったというのは元来あまり最高のよくない建物の中は 昼までありながら窓が閉じてあると見え目が慣れるまでは白い黒いもわからないほどの暗さでその上何とも言えない不快な血生な臭い匂いがプーンと鼻を打つのだようやく目が慣れて薄ぼんやり辺りが見え始めるとなんとコンクリートの床は血に濡れていてそこここには得体の知れない血みどろの臓布のようなものが一面に散らばっているのだ 高井刑事は棒を飲んだようにしばらくは身動きもせず体をこわばらしていたがかろうじて気を取り直して勇気を振るいながら次の部屋に進んだするとそこで一人の男が異様な機械・器具の間に埋もれながらせっせと何かしていた彼は人の入ってきた気配にむっくりと頭を上げてじろりと侵入者を眺めた 二人は一瞬間睨み合っていたが、次の瞬間に2人はほとんど同時に「やあ」と言って奇遇に境外の目を見張ったのだったこれが他の刑事だったらまた別のことが起こったであろうに不思議にも2人は以前から知っている中で前に述べたとおり緒方茂行は変名で探偵小説を書いていたから警察関係に知人も少なくなく高井刑事は23年前に 尾形の住んでいる付近の警察に巡査を務めていたことがあるのでことによく知っているのだった先生でしたか驚いたこんなところで何をしているんですか研究をしているんだよ何の研究ですか薬品さ薬品って何の苦痛も与えないで何の痕跡も残さないでね 人を殺す薬品さ。えなかなかそんな薬品はないものでね動物の臓腐なんて微妙な働きをするものだよ例えばメチレブリウという青い染料を静脈に注射するねすると臓腐によって何の変化も起こさないものやそれを還元して脱色してしまうものがあるまた直ちに分解吸収されてしまう毒物でも もし微量に胃に残留していると紫外線で検出されるし痕跡を残さないということは至難な,なことなんだはあじゃああのゾウフはもう見たのかねあれはウサギやブタやモルモットのゾウフだ僕は薬品を注射しては直ちに解剖しているんだよ何のためにそういう研究をするんですか 目的はあるにはあったんだが時に君石持圭介の事件は片付いたかい片付くどころじゃありません弱っているんです先生はこうやって近所にいたんだから何か知っていることがあるでしょ何も知らんねえ僕は夜早く寝てしまうから4日の日の夜にこの辺を若い女がうろついていませんでしたか知らんねえ じゃあ、海岸に赤い火が燃えていたのに気がつきませんでしたか知らんねえ。しかし、その赤い火というのは前に見たことがあるぜ。それはいつのことですか日誌についているかもしれない。ちょっと待ちたまえ。ああ、ここにある。2月23日の夜だ。それだけですかもう一度くらいあったかもしれん。 ああ、ここにある2月9日の夜だそれはどんな日でしたか僕は漁師が船を出したんだと思っていたがそれは君事件に何か関係があるのかい大いにあるんですよそこで高井刑事は緒方茂行に竹下杉の話をした話を聞いているうちに緒方茂行は次第に目を異様に輝かし始めたが 聞き終わると、なるほどじゃああれはただの木じゃないんだねああするとと言ってすっかり考え込んでしまったこんなことで緒方茂行は高井刑事と知り合いであったばかりに婚姻を免れたのだった無論高井刑事は彼のことを文書長に報告したが 文書長も緒方茂之の失明は知っていたので怪しいとは思ったがむやみに降印するわけにもいかず高井刑事に厳重に監視するようにと言いつけておいたのだったさて降印中の3人は犯行を否定し続けるし八重子を送った怪人物は網の目から漏れているし刑事課長の総称も文書長の歯ぎしりも何の功も奏せず 事件はこのまま迷宮に入るかと思われたが突如思いがけなくも満州国新疆に滞在中だった石持圭介の顧問弁護士平山豊彦氏から警視庁宛てに一通の電報が飛来して「がぜ事件は意外な方向に展開するに至った」伝文は次の通りだった「石持圭介氏より」 死後直ちに開くべき医師を預かっている妻あて伝したすぐ開かれよみ。伊第3章「知人の呪い」1「恐ろしい遺書」3月8日 満州国新教から平山弁護士の投げた一石は石持圭介殺害事件に驚くべき波紋を生じた平山弁護士は3月6日に留守居の妻から石持圭介返死の電報を受け大いに驚くとともにかねて圭介から死後直ちに開くようにとくれぐれも依頼されていた遺書があるので妻にその遺書のしまってあるところを電報で教えるのと同時に警視庁宛てに その旨ののを打ったのだったただ平山氏が電報を警視庁に当てたのは石持圭介の死を変死と聞いたためで係検事や英検の刑事課長は名を知ることができなかったのでやむを得ずそうしたのである平山氏は有名な弁護士で法曹界に名のある人であったから警視庁でも捨ててはおけず直ちに英検に委調したので3月8日の午後 A 地方検事局の若い係検事と A 県警察部刑事課長 D 町警察文書長は相携えて上京して警視庁捜査係長の案内で平山弁護士宅に出張した平山夫人は夫からの電報で一切承知していたので直ちに一同を生じ入れて金庫を開いて平山氏が石持圭介から死後開くべく依頼されていた遺書を取り出した 遺書は大型の封筒に入れられてなかなかの厚みがありどっしりと重かったその重みは封入してあった大きな鍵によるのだった遺書は直ちに開かれたが読み終わると一座の人々が互いに青ざめた顔を見回してしばらくは言葉の出なかったほど奇怪かつ恐ろしい内容であった俺は、 妻を憎,む憎んでも憎んでも足りないだが俺にはあの青白い皮膚からかげろうのように燃え上がっている冷たい情熱を忘れることができないのだ俺はあの容易な美しさに引きずられている無限の愛着を感じているだが妻は 俺の昔の恩義を忘れ今の愛部を裏切って他に男をこしらえているのだ妻の不義は俺はもう数年前から気がついている俺はいくどかそれを妻に言おうとした幾度かなじろうとしただがその度に俺はあの大きいうるんだ目哀願するような 軽蔑するような、嘲笑するような、恨めしそうな目に出会うと、もう何も言えないのだ。俺は、妻を愛しているのだ。だが、俺は知っている。愛しているよりも、百倍も憎んでいるのだ。数年来、俺はどうかして、官府を確かめようとした。しかし、彼らは、 ひょうのように敏将で、きつねのように狡猾で、うさぎのように昇進だ。俺の非常な苦心にかかわらず、どうしても俺は完膚を見いだすことができないのだ。だが、俺にだって方法はあるぞ。負けてはいないのだ。俺はすばらしいことを思いついた。それは、 彼らがそっと密会しているところを写真に撮ることだ。俺はその方法について考えた。もし俺が、この人嫌いの出嫌いの俺が一日でも外出したら、妻は官府を呼び込まないではおかないだろう。そうして彼らはおそらく妻の部屋で不義の快楽にふけるに違いない。俺は、 妻に気づかれないようにそっと写真機を据えておくのだそしてレンズをソファに向けておくだがレンズを開け放しにしておくわけにはいかないと言っていつ開いたらいいかわからないしかしそれはわけはないのだ俺はソファーの下にバネ仕掛けのボタンを隠しておく彼らが ソファーに同時にかければその重みでボタンが押されて電流が通じる電流によってシャッターが動かされるのだ俺はこの方法に考えついた時に小躍りして喜んだがダメだ室内の光線は瞬間撮影には暗すぎると言ってタイムでは彼らがじっとしていない以上ぼやけてしまうではないか 俺はまた考え直さなくてはならなくなったところが科学の進歩はありがたいものだ発明は俺を助けてくれたそれは抵光鉱色光電球だ抵抗の少ないフィラメントは瞬間に強い電流を通してフィラメント自身は切れてしまうがその瞬間にマグネシウムに劣らない鉱色光を出す マグネシウムは音がしたり不快な臭いの煙を出したりするがこの電球は何の音も出さないそれが夜なら目に一線の幻惑を与えるけれども昼ならほとんど気づかずにしまう俺は春光電球を使った電流がシャッターを開くとともに電球をつけるようにしたのだ俺は数回の失敗の後 かろうじて妻がカンプと並んでソファーに腰をかけている場面を撮影することができただが残念ながらレンズの向け方を誤ってそれは腰から下の半身しか映っていなかったしかしそれが男女であること女の方が着物の柄からして妻に相違ないことは立派に立証される俺はもう一つ 動かすべからざる証拠を握ったそれはカンプの指紋だ指紋は要望よりも一層確かな証拠だ俺は確かにカンプの手にしたブドウ酒のグラスを大切に保存しているそれにはありありと指紋がついているのだところが 数年の長い間俺を騙し通してきた妻がこの頃になってようやく俺に悟られてきたことを知ったのだ妻は次第に俺の復讐を恐れ出した妻は俺の心を和らげようと思って今までにない筐態を示してますます俺に媚びようとした俺は危うく魂を溶かされようとしたがだが俺は踏みとどまった もうだまされはしない俺は妻が美体を示せば示すだけ憎んでやるのだ憎んで憎み抜いてやるのだ妻は俺の計画をおぼろげながら悟ったらしいそして一層俺を恐れるようになった妻は考えたのだ俺に殺されるか 俺を殺すより他はないと考えたのだ。俺は妻を殺しはしない。死はあまりに軽い刑罰だ。俺はもっとひどい苦しめ方をしてやるのだ。妻と俺との間には暗黙のうちに宣戦線が布告されているのだ。俺はことによると妻に殺されるかもしれない。 いやきっと殺されるだろうもし俺が死んだらそれがどんな死に方であってもどんな名医が病死だと診断しても俺は必ず妻を厳重に調べることを要求するもし少しでも疑わしい死に方だったら俺は妻に殺されたのだと断言していい俺はだんだん。 妻に殺されることが確実なように思えてきた。俺は近く妻に殺されるだろう。俺は復讐を遂げることなしに妻に殺されるのは残念だ。俺は死後、俺の仇を取ってもらうことを平山弁護士に依頼しておく。俺の死後、直ちにこの遺書が開かれるだろう。 平山氏は当然警察に報告しなければならない勘婦と妻と並んでかけている腰から下の写真と証拠の指紋のついたグラスは俺の秘密金庫の奥深くしまってあるこの遺書に封入してある鍵はその金庫を開くだろう俺は息を引き取ると同時に妻と勘婦を殺人罪で告発する 俺はカンプカンプが担当代でもがき苦しむのを彼らの頭の上から笑ってやるのだ石持圭介の遺書はだいたい右のような文面だったそれは千万長者の遺書とは思えない奇怪なものだったけれどもとにかく遺書に従って賢治一行は石持邸に出張して 指定の通り秘密金庫を開けると、果たしてそこには紙で丁寧に包んだグラスと一用の写真が原版とともにしまってあった。グラスにはありありと指紋が浮かび、写真には男女二人がソファーに腰を下ろしている下半身が写っていて、男は島のズボンにケイトらしいシャレた靴下を履き、女は派手な柄の金車らしいものを着て白タビを履いていた。 もしこの事件に警視庁が介在しないでグラスが直ちに A 検警察部に送られそこで指紋が調べられたら事件は違った道を通ったかもしれないしかし指紋は直ちに警視庁鑑識課で調べられ万一をおもんばかって同庁内の前科者の隊長に照合されたのでまたまた意外な発見を見るに至ったのである 2. 八重子の行印3月8日石持圭介が奇怪な遺書の中で勘布の指紋であると指摘したものは警視庁の指紋台帳に照らし合わせるとなんぞ図らん一脱獄衆の指紋だったのである今を去る二十数年前与後謙一という青年があって彼は 某私立大学の師範課を出て、当時の某中学に教鞭をとり、性質はすこぶる実直で、校長にも同僚にも生徒たちにも甚ははだ気受けがよく、やがて美しい妻をめとって、人にも敬まれる円満な家庭を作ったがある日、どういうものか彼は愛する妻を考殺してしまった。ししかも彼は呆然として、 自ら絞殺した妻の死に顔を見守っているところを人に見られたのだった彼は検事の前でも余震判事の前でも妻を絞殺したことを否定しなかったそうして愛する妻を殺したことをさめざめと嘆くのだった彼はどういうわけで妻を絞殺したのか少しもわからないというのだった後半に回ると彼は 前陳述を翻して妻を絞殺したことは全然知らないと言い出したしかし前後の事情に照らして彼が犯人であることは明白なので弁護人の熱弁もついに無罪にすることはできないで懲役7年を言い渡された彼は都合でもう地方の刑務所に服役することとなったが護送の途中で巧みに逃走して次来幾清掃 用として行方が知れないのだった。脱獄衆が八重子の還付こうなると最初八重子のなよなよとした姿に同情した検事も捨ててはおけなかった彼女はついに強制処分に伏せられなければならなくなったさて石持圭介殺害事件は意外な進展を見るに至ったが検事の一行は急遽石持邸に出張して家宅捜索を行うとともに 雇い人の尋問を開始した。ところが帝内奥深い詩人の生活というものは外部からはわからないものでというのはよそめには至極平和な家庭で石持圭介には人嫌いの喜癖があるけれども若い妻を愛し八重子もまた定説に夫に仕えていると思われていたのに雇い人を調べると。 意外にも2人の間は両3年以来すこぶる冷たく幼児以外には口も聞き合わないくらいで夫婦らしいところはなかったというのだったなおカンの写真が八重子の居間で撮影されたのであるから雇い人のうちにはカンを見たものがあるに相違ないという見込みで厳重に尋問されたが一同口をそろえて女の方の着物が八重子のものに相違ないことは認めたが 島のズボンの方は誰一人知るものがないのだった写真が示された時に女中の一人の飛田梅野という丸ボチャのちょっと美しい女がハッと顔色を変えたので検事は必ず事情を知っているものと思って質問したけれどもがんとして否定し続けたこのことは後に関係のあることだが詳しく話をしている暇がないのでごく概略にとどめておく一方 信教の平山弁護士との間の頻繁な電報の往復と1回の電話で続々石持八重子に不利な事実が現れてきたすなわち平山氏の言うところによると石持圭介の遺産は当然八重子のものになるわけだがそして23年以前までは圭介はそれで十分満足していたのだったがどういうものか急に八重子に財産を与えることを嫌いだして 笠を圭之助を養子にして家督も財産も継がせると言い出したところが八重子はひどく圭之助を嫌っていたのでそれに第一八重子より圭之助の方が年が上なのだからそれを大きな理由にして圭之助の養子を承諾しなかったそこで圭之助も圭之助を養子にすることは諦めたが財産の方は依然として圭之助に譲ると言い続けていた それに対して八重子は表だって不服は言わなかったが腹では不快に思っていたに相違ないのだった平山氏は慶之助を仲にして不和を続けているうちに満州に約半年の予定で出張しなければならない要件が起こったそこで石持慶之助の別荘が出来上がって笠尾慶之助が陽光の戸に上ろうとする11月に 圭之助ににやや先っって満州に向かったのだが、平山氏の出発する前に圭介は平山氏を招き八重子と圭之助の面前で今まで口癖のように言っていた財産譲渡の件を正式に言い出したすなわち全財産を甥いの圭之助に譲り渡すことその時期は平山氏が満州国より帰国した時 すなわち5月に一切の手続きを完了するということを宣言したのである平山氏はそれを聞いて満州国に旅立ち続いて笠尾慶之助がヨーロッパに向かったのだった以上の事実によって八重子はますます不利の立場になったすなわち八重子はもし財産だけの問題なら印を預かっているから横領することもできたであろうが 圭介との間には深い溝ができて大いに夫の仕打ちを恨んでいる上に貫通までしていたらしいのであるから圭介を殺害すべき理由は十分あったわけであるなお石持圭介が平山氏を招いた時になぜ即座に財産譲渡の手続きをしなかったかということはいささか不審であるが思うに彼は彼女にこういう宣言を試みて 彼女に苦痛を与える期間を長くするとともにもしその間彼女の気持ちが変わって官府と手を切るようなことがあればまた考え直そうと思っていたのだろう彼の遺書を見ると随所に妻を愛していることが表れているからそんな考えがないではなかったろうこういう考え方はしかしやがて訂正の必要が生じたがそれは後に説く石持圭介の死は 無論電報で笠尾敬之助に放置されたであろうが彼はロンドンかそれともパリでこの電報を受け取って腰を抜かすかあるいは気絶したかもしれないわずかにふた月の総意で1500万円が彼の前を素通りしたのだどうして驚かないでいられようかもっとも仮に八重子が殺人犯人だとすると彼女は当然相続権を失い 財産は再び圭之ケに帰するから彼は電報を眺めて殺人であれ八重子が犯人であれと叫んでいることだろう八重子は無論検事からしゅん烈な取り調べを受けたしかし彼女は圭介を殺害したことはもちろん貫通の事実まで断固として否認するのだった3 尾形茂行の興奮石持八重子の行員は極めて極秘に行われたので彼女が D 町警察文書に移されたことは深海村の人たちはほとんど知らなかった高井刑事は注意人物緒方茂之の監視を命ぜられていたので今月も何ということなしにぶらりと配送工場を訪ねた緒方茂之は 仕事も手につかないというふうにぼんやりしていたが、高い刑事の顔を見るといきなり立ち上がって、石井八子、どこへ連れて行った高い刑事はどうして尾形茂行がこんなことを知っているのかと思いながら、首を振って、知りません。知らないなんてことがあるものか。文章へ連れて行ったんだろう。さあ、どうですかね。 い刑事がしらばくれていると緒方茂之は意味ありげににやりと笑いながら「高井君僕はちょっと面白い発見をしたんだがね日誌を調べてみるとこの海岸に奇妙な火が見えたという日は2月の9日も23日もそれから3月4日もみんな月のない凪の日だよそれはどういうことですか?」 何か意味がありそうだよ。僕はこの前は黙っていたけれども今行った日の夜はどうもここへも誰か来たようなんだここへって中にですかいや屋上に来たようなんだが君の話だと別荘の方にも怪しい人物が行ったらしいということだからつまり夫婦松のあったところに怪しい人物が来たわけだよ。 それで先生は何か考えついたんですかああ少し考えついたことがあるそれを教えてください教えてもいいがこうしよう君の知ってることと交換しよう私の知ってることって石持彩子のことだよ降因されたんだろええ まあ、そういうわけですおおじゃあやっぱり降印したんだなで一体それはどういう理由だ色々いろいろ怪しいことがあるんですよあの奥さんは事件のあった当夜変な男と一緒に歩いていたんですがどうしてもその男の名を言わないんですかばっているのだ八重子さんは誤解してその男に迷惑のかからないようにしているんだ 先生、その男を知ってるんですか知ってる。え、だ、誰ですか教える。だがその前に、その先を話してくれたまえ。その先って、奥さんのことですかまだまだ怪しいことがあるんですよ。石持教授の遺書が出てきましたね。高い刑事は尾形茂行が何か知っているらしいので、それを聞こうと思って、 彼のののするままにの遺書のことを、それによって八重子にますます疑いのかかったことを話した話を聞いているうちに緒方茂之の顔色はみるみるあおさめて息遣いが激しくなってきた彼はひとところをにらむようにしてじっと考え込んだ息遣いはますます激しくなって額からタラタラと油汗が流れたやがて彼は 激しい息の下からうなるように言ったやられたんだ畜生八重子さんが貫通していたなんてバカだでも指紋があったのですからところが変なんですよその指紋がとんでもないやつで殺人罪で懲役になって護送の途中で逃亡したやつなんです何 高い刑事の顔にぐっと彼の顔を近づけて恐ろしい形相で睨みつけた高い刑事はゾッとしたと緒方重行は何かに思い当たったようにハッとして急に早口になって叫んだ高井君石持圭介の死体の解剖は確か T 博士がしたんだね君 A 大学へ行って T 博士に聞いてきてたまえ 何を聞いてくるんですか解剖の所見だ重大問題だすぐ言ってくれたまえその結果によって僕は知っていることをみんな君に話すよ第4章意外の発見1指紋の一致3月9日 石圭介の呪いの遺書の中に摘発された八重子の幹部の指紋が図らずも二十数年前に逃走した殺人犯余呉健一のそれと一致したので石持圭介殺害事件の所轄所のみならず警視庁までがぜん色めいて刑事を四方八方に飛ばした一方石持八重子は検事に激しく幹部余呉健一の所在を責め問われたしかし彼女は あくまで知らないと突っっるばかりだった賢治は事件のあった晩に別荘付近で彼女を自動車に乗せて A 氏に逃した男こそ彼女の幹部余吾賢一にそういないと信じていたので今まで彼女をなよなよとした幼霊な女として多少同情していた検事の心象はがらりと変わって逆につぶとい養父として追及いよいよ急であったところが こうした緊張の真ん中に経典同地とも言うべき陳事が起こってまたもや事件は元の迷宮に逆戻りしなければならなくなった経典同地の珍事というのはグラスについていた指紋すなわち石持圭介が幹部の指紋だと指摘しそれが二十数年前の殺人犯予後賢一の指紋であることが発見されたその指紋が。 まるで狐につままれたような話であるがなんと石持圭介自身の指紋だったのである石持圭介の指摘した漢婦の指紋が彼自身の指紋それは甚ははだ奇妙なことではあるがあるいは圭介が錯覚を起こして自ら触れたグラスを漢婦が触れたと思ったのかもしれぬしかしその指紋が 与健一の指紋に全く等しいとは同一の指紋を持つ二人の人間がないとすると石持圭介はすなわち余吾健一である警視庁の指紋技師は何回となく両者を見比べたしかし幾度調べ直しても両者の指紋は不倫の相違なく一致するのだ前にもちょっと述べておいた通り 石持圭介ののによって発見されたグラスの指紋が警視庁に持ち込まれなくて A 県警察部の方に持ち込まれたら両者の一致はもっと早く発見されたかもしれないなぜなら A 県警察部では以前に検温器とそのケースについている指紋を石持圭介のそれと比較して同一であることを確かめたからグラスの指紋を見たとすると義士は必ずや 圭介の指紋を思い出したであろうと思われるからである警視庁の方ではまさか千万長者石持圭介がお尋ね者とは考えないしグラスについた指紋の彼が幹部の指紋であると言っているのだからそれが彼自身のものであろうとは考えつくはずがないし誰だってグラスの指紋と石持圭介のそれとを比較しようという考えの出なかったのは当然であるつまり 偶然のの発見を待つより他になかったのだしかしその偶然の発見は案外早く来て3月9日には早くもその発見となったのだった勘布の指紋であるというのが実は石持圭介自身の指紋でしかもそれが余呉賢一の指紋と全く一致するとなると生前石持圭介の人嫌いもなるほどとうなずかれるとともに 官府の存在もいささか怪しくなってくるのだ。そうなると、問題の写真も何かの策語に基づくものではないかと、さらに厳重に雇い人たちを取り調べると、前にちょっと名を書いておいた日田梅野がとうとう白状した。彼女の白状によると、当日は珍しく主人の圭介が外出して、八重子も続いて外出し、雇い人の中にも暇をもらったものがあって、 広い帝内は老女中の竹下杉と平梅のだけになったそこで彼女は竹下杉をうまくごまかして帝内へ上婦の若い男を引き入れたのだったその時に彼女はちょいと奥さんの着物を失敬したのである彼女にとっては奥さんの着物を着用に及んで上婦の若い男を帝内に引き入れて 奥さんの居間で相引きするなんて無情の愉快な冒険だったに違いないけれども悪いことはできないもので石持圭介の仕掛けておいたトリックでレンズに収められたために八重子の貫通の証明になろうとしてついにこと露見に及んだのであるさてこういうふうにグラスの指紋も写真も何ら証拠にならないとすると貫婦問題は解消して 残るのは石持圭介が余呉健一であるということだけだ彼はいかにして戸籍を改ざんしたかわからないがとにかく石持圭介になりすまして勤めて人に会わないようにして小金を運転しているうちにいつしか百万長者となり千万長者となったものだこうなると問題は元に戻って石持圭介の死因は何か八重子が関係しているかそれとも 交流中の村の村三人が関係しているか。全部やり直さなければならないことになった2尾形茂之の推理3月9日思いがけない指紋一致事件で東京における関係者の頭が混乱している自分に高井刑事は 深海村の排測工場に急いだ彼は T 博士に聞いた石持圭介の死体の解剖所見をもたらしてその代わりに緒方茂幸から何事かを聞き出そうというのだ緒方茂幸は高井刑事の顔を見るといきなり問いかけた聞いてきたか聞いてきましたよ大脳以外にはほとんど変化はないそうですよ 例の芳香族の毒物というのは催眠剤らしく死には関係ないそうですそれも圭介が電気ストーブのコードを抜くまでには聞いていなかったわけですえーっと大脳の運動中枢には少しく血行障害を起こしその皮質はやや著しき変化ありそれだ大脳のアブモン資格が萎縮していたんだろうえーっと アン資格なんて書いてありませんよ貝馬核の発育障害それだ同じことだそれからグリアええそれはありますよグリアの増殖を見るよし分かった何が分かったのですか今君が T 博士から聞いてきた解剖所見は全て転換の特徴なんだ転換 うん。T 博士くらいの大家になると名誉を重んじ断定の結果の影響するところの大きいのを恐れるから曖昧な所見くらいでは軽々に結論を下さないしかし僕にはそれが確定的なものでなくてもたくさんだ石持圭介は転換患者なんだ君たちは転換というとすぐに泡を吹いて倒れるのを連想するだろうが そんな著名な症状を表さないのがあるてんかん病の特徴は幻聴幻視それから中には夢中有効者もある多くは発作的に犯罪をしてあとでは何事も知らないちょっと待ってくださいよ今のお話で思い出しましたが石持圭介が「漢婦の指紋」だと言ったのは実はそれが彼自身のものだと判明したんです つまり彼は二十数年前の殺人犯人予後健一だと判明したわけですが何やつが殺人犯人おやっぱりそうだったのか僕はやつは確かに暗い過去を持っていると睨んだんだがええ二十数年前に何の理由もないのに愛妻を考察してしかも後半では全然知らないと言ったそうですが そうかそれで僕の推察はますます正しいことが証明されるぞ彼には確かに転換があるのだ過去の殺人も発作にそういない従って彼が八重子が貫通していると考え出したのは全く幻覚による妄想だこういう実例がある学者によって報告されているそれは盲人だが彼は妻が 何らそんな事実がないにもかかわらず貫通をしていると妄想してとうとう彼女を殺してしまった彼は転換描写だった石持圭介もそれなんだ彼は妻が貫通をしているというとんでもない妄想を起こしたのだそれは彼自身が描いた幻影に過ぎないのだ彼はその妄想に2年も3年も苦しんでいたのだ そうして彼は妻への復讐を企てたのだ高井君分かったか分かったようですがでは一体彼の死因は何ですか自殺だ自殺それは一度は考えられましたけれども体を非常に大切にして競争罪を安飲していた事実がありますしその他自殺と認むべき何らの 中井君,君にはいまだ分かっていない石持圭介は妄想を抱いていたのだ頭が狂いかけていたのだ彼の自殺は恐ろしいトリックなんだ他殺と見せかけるための自殺だ君にはまだわからないのか石持圭介は一見死因不明の機械な自殺を遂げて他殺と見せかけて その嫌疑を妻に負わせようとしたのだ彼は当日午後本邸に到着するように妻に宛てて恐ろしい呪いの手紙を送ったのだ八重子さんは一読すると震え上がったそうして圭介の頭が狂ったのじゃないかと思ってすぐに別荘に駆けつけたのだこれは今から考えると恐ろしいトリックだん子さんを、 深い落とし穴に落とす手段八重子さんは10時に別荘に着いたが門が固く閉められてどうすることもできず困り抜いているところを幸いに僕が見つけて自動車で A 氏に向かわせたのだ八重子さんは夫の恐ろしい手紙は即座に破り捨てたし僕の名を出して僕に疑いのかかるのを恐れて黙っていたためにますます疑いを被ったのだえ あなたたが八重子夫人を送ったのですかそうだもう僕は隠さないよ僕は昔の八重子さんの愛人だ僕と八重子さんは金のために中を裂かれたのだ僕はそれ以来学校も中途で辞めてしまって石持圭介を伺っていたのだこの配送工場を借りたのも実はその目的だったところが圭介は幸福にも 僕が手を下さないうちに自殺してしまった八重子さんはきっと僕が圭介を殺したと思っているに違いないそのために僕をかばって僕の名を出さないのだ、3. 再び緒方茂之の推理3月10日緒方茂之は リーー文書長に言わせると飛んで火にいる夏の虫だった緒方茂行は八重子の昔の愛人だと言った石持圭介を憎んで彼を殺すために別荘の近くの配測工場にいるんだと言ったまた彼は高井刑事に向かって死後微小の痕跡をも残さない毒薬を研究中だと言ったばかりではない実際に研究している形跡は十分にあった 彼は石持圭介が八重子を貫通呼ばわりするのは圭介の妄想だと言ったけれどもそれは彼がそう思うだけで証拠はない彼が石持圭介の言う貫婦かもしれない事件当夜彼は確かに解行動をとっているもともと圭介を殺すつもりなのだから圭介が八重子の手に財産が移らないように笠尾圭之介に譲渡するということを聞いていよいよ許しておけないと 八重子と共謀して殺人を決行したものと認むべきである文書長は有無を言わさず緒方茂之を降印した狭い文書は累計5人の容疑者を拘留して満員のありさまである文書長の意見に対して刑事課長は首をひねった彼は緒方茂之が多少社会的に獲得している地位を考えたのだった検事は さらに大きく首をひねった。なぜかというと彼は T 博士に会って緒方の述べた説は相当の根拠のあることを教えられたのだ石持圭介が転換らしいことも転換患者が妄想を抱くこともまた常人では考えられないようなことをすることも全て十分あり得ることなのである緒方重行は検事の前に出された緒方重行は ひどく興奮していた検事に向かって行員の不都合をなじり石持ス介は自殺に相違ないと言い張って彼も八重子も無罪であるから即刻釈放せよと言ったそれに対して検事が彼の推理が完全でないこと例えばそれほど妻を憎んでいるス介がなぜ彼女に大切な院を預けたかというような点を指摘した時に彼は憤然としてしゃべり続けた 僕のの推理力を疑うのですか。よろしいでは僕は別の方法の推理をしてみせましょうこれは高井君に言おうとしてそのままになったことですがあなたは深海村の海岸に起こった開花事件をどう解決しましたか高井君に指摘しておいた通り僕の知っている範囲で前後3回起こった開花はいつも月明かりのない凪の夜でした開花は陸上だけではなく 海上にも浮かびました。僕は第一にこれは村民の誰かが秘密に海中のものを探すのではないかと考えました秘密なことでなければ昼を避けてわざわざ闇夜に行うはずはないし凪の夜を選ぶのは海中を探るのが目的ではないかと思われる以上は推理というよりは憶測に近いことですがさらに進んで これを56年以前に起こった抗金消失問題と結び合わせるとここに新たな推理が生じ憶測はよほど確実性を増してきます消失した6万円の抗金はどうなったか助役村の有力者などが共謀してうまく帳簿をごまかして6万円の大金を盗み出したとする彼らはすぐにそれに手をつけては発覚を早めるから しばらくどこかに隠そうとする。彼らは様子を知っている入り江の岩礁の間を絶好の隠匿所として選ばないでしょうかさていよいよ海に沈めるとして再び引き上げる時の目印は無論海上のある一点を定めるためには陸上に2つの目標が必要です。この時にあたって、 彼らが相当の距離を保って海岸にそびえている2本の夫婦松を絶好の目標に選ぶのはすこぶる自然なことではありませんか6万円の大金は多分当時は打艦停止以前でしたから巧みに金貨と変えて鉄製の箱にでも詰められて夫婦松を目標に入り江の一点に沈められましたところがそろそろほとぼりが冷めて引き上げようと思っている際に ガゼンメオトマツが切られることになりました。驚いたのは彼らです。この目標を失っては大変ですから、村民を扇動して頑強に反対したのです。では、速攻城が設置されるときにメオトマツの一本が切られるのをなぜ彼らが少しも騒がなかったかという質問が出るかもしれません。その説明は簡単です。彼らの必要ならば。 松が切られる代わりに速攻所が建てられその上には松よりももっと目標に都合のいい高い竿が立つのですしかも夜間はその頂上に色伝統が掲げられるでしょうから松の場合のようにわざわざ手提げ刀など吊るす必要がなくかえって好都合です彼らがあえて追い松伐採に反対しなかったのはこういうわけです 残った一本の松は彼らの必死の反対にもかかわらず切り取られてしまいました彼らは落胆したでしょうが決して絶望というのではありません切り株の辺りから手提げ筒を振れば不完全ながら目標になりましょう金輸出禁止によって金の値はますます暴騰するし一方別荘には人が来るし彼らは気が気ではなかったでしょう 彼らはあらゆる機会に沈めた金を引き上げようとしたのですそれがたまたま半ば狂った石持圭介に開花とみられ彼を悩ましたのです僕は金貨引き上げはまだ成功していないと思いますケンジ殿僕の推理が正しいか誤っているか実地に試してくださいうん 尾形茂之の長い話が済むと賢治はうなった緒方の言うことはすこぶる筋道が立っていた賢治はそれでその日の心理を中絶した、4. 三度緒方茂之の推理3月11日 河緒方重之の推理は的中した昼の総海作業はさほど困難ではなかったので3人の共犯者に位置を白状させて岩礁の間から6万円の金貨を詰めた箱を引き上げたこの一時だけでも深海村の村民たちは十分緒方重之に感謝すべきであるところが緒方重之は釈放されなかった検事は 石持圭介の変死事件について再び彼を尋問し始めた検事は緒方茂幸に向かって「石持圭介の死が自殺であって他殺と見せかけて八重子に嫌疑をかけるためだ」というが「他殺と見せかけるつもりとするとすこぶる方法が切で一見自然死のようにさえ思われたくらいだしまた八重子に嫌疑を向けるにしては別荘へ呼び入れなくて帰って締め出したのが不審である」 従って、自殺しながら他殺と見せかけたというよりは他殺を自然死または自殺と見せかけたという方が適当であるがこの点はどうかと突っ込んだこれは確かに緒方茂行の推理の弱点だった読者諸君もお気づきのように自殺を他殺と見せかけるにしてももう少し方法があるように思えるのである後に判明することだがこれには少し理由があった 尾形茂之が躊躇していると検事は畳みかけたそれは T 博士の解剖の結果背部から微量のヒ素が検出されたことから尾形茂之がヒ素含有の毒物を与えたのではないかというのだったヒ素という一言に尾形茂之は飛び上がった何ヒ素,ヒ素は愚人の毒と言われているほど中毒の症状が明瞭で かつ検出容易なものです石持圭介は断じてアヒ酸などの中毒ではありませんしかし微量のヒ素背部にでは恐るべき猛毒皮下水素の中毒ではないか検事はうなずいた T 博士もその意見です君はどういう方法であの室内に皮下水素を送ったか 僕がとんでもないアルシンは恐るべき猛毒です一気泡を吸っても即死すると言われているもしあの密閉された部屋にアルシンを送ったら竹下杉谷漁師たちはあの部屋に入った途端に倒れるはずですナス火山の殺生石は地上からアルシンを噴出すると言われていますあの天地空滑の広々としたところでさえ難聴司法か植物を生ぜず 空を飛ぶ鳥が落ちると言われているではありませんかしかし一人を倒すだけの微量ならばそういえば死体の付近にニラの周期がしたそうですが皮下水素はニラに似た匂いを持っていますではちょうど石持圭介の尾行にあたるところに微量のアルシンの気泡を T 博士もその意見ですだがしかし 密閉された部屋で何ら外部にすぐるはずはないし。緒方、重行は苦しそうに呻吟しだした。がやがて飛び上がるようにして。おお、自動発生装置。恐るべき猛毒。あるしんの自動発生装置。そうだ。できないことはない。だが、しかし。緒方重行は？ 突如検事に向き直った死体のそばに体温計が落ちていたそうですがええ検事はうなずいた36度5分を示していましたそれが部屋の最高温度です事件当夜は蒸し暑い夜でしたそれに電気ストーブをつけたので部屋の温度は著しく上昇しました石持圭介はついに起きて ストーブのプラッグを抜いいたというじゃありませんか。ストーブが消えたから部屋の温度は加工を始めましたしかし体温計は最高寒暖計ですから一旦上昇した点からは下がりませんつまり床の上に落ちていた体温計はその付近の最高温度を示しているわけです36度5分というと下肢97度7分になりますから もし部屋全体がこの温度となったとすると少し高すぎますが電熱器の副射熱の関係でその付近はうんと温度が高くなります体温計の落ちていたところはストーブに近かったのでしょう。それでそれだけの温度になったのです体温を測ったのかもしれんねいや体温を測った後は使いつけた人は必ず水銀を十分に加工させておくものです 現にスケにもその習慣があったと夫人が明かしているそうじゃありませんか僕の推理はおそらく確かでしょう体温計の落ちていたそばの壁がセせ者ですそこにおそらく非下水素の自動発生装置が入っているでしょう君が入れたのかとんでもない笠尾圭ケです彼は別荘の工事監督者です 工事が終わったからもいまだ部屋の設備にひとつきも費やしていますそれはいかん笠尾圭之助は石持圭介に死なれては1000万以上の損をする男だそれも5月までです5月になれば彼は相続人ですだが3月に殺してしまっては笠尾圭之助は石持圭介が 冬にこんなところへ来るとは思わなかったのです必ず夏に来ると思って夏キの温度の上昇を利用しようとしたのですダメだ夏キこの地方は97度なんて高温度には上らないそれ以下で毒ガスは発生するのでしょうしかしそれでは夏キのいついかなる場合にそれが発生するかわからないそこはうまく調節してあるでしょう ダメだ。温度の上昇で毒ガスが発生するなら多く昼のうちに発生してしまう夜は温度が下降するのが普通だ寝室に仕掛けたのでは意味がないそれに何よりも君の説を否定するのは石持圭介がストーブのコードを外したことだもし温度が上昇してある点で皮下水素が発生するならその時にたちまち死んでしまうはずだ 石持圭介は明らかに一度温度が上昇した際に起き上がりストーブを消したことによって温度が下降してから死んでいる第五章笠尾圭之介の記帳笠尾圭之介は勝者たる姿を東京駅頭に表した彼は勤めて平成を装っていたが 内心は気にあふれていた。石持圭介の返死の法をパリで受け取ってあたら1,000万円を棒に振ったかとドキッとしたが次の電報で石持八重子に殺人の疑いがかかったことを知りついでに八重子は圭介殺人の嫌疑によって彼の昔の愛人緒方圭介と共に起訴を免れない形成であることと至急帰国せよという第3第4の電報を受け取った。 そこで彼は急遽、シベリア経由で貴重の都に着いたのだが帰ってみると八重子の基礎は確定的になっていた笠尾慶之助は若手の八重子を牢獄に送ってその代わりに1000万円以上の財産が転がり込むのだ嬉しそうにしまいと思っても一人でに微笑がこみ上げてくるのである駅頭には番頭たちのほかに A 地方検事局の若い検事が待ち受けていた彼は名刺を示しながらおじ上が返しを遂げられたことにご同情申します。ご承知の通り石持八重子と緒方茂行の両名が殺害の容疑者としてすでに起訴するばかりになっているのですが殺人の現場について一言あなたの証言を得た上で決定したいと存じあなたのご貴重を待っていたのです ご迷惑でしょうが、私と一緒に深海村の別荘までおいでくださいませんか蝶との旅をして久しぶりで故国に帰ってゆっくり骨を休めようと思っていたところを賢治と堂々で田舎の別荘地はありがたくないが相手が賢治だしことに彼の最後の一言で八重子たちが起訴されるというのだから笠置敬之助はしぶしぶ承諾した A 氏から刑事課長が乗り込んできた D 町に着くと文書長が迎えに来ていた一行が別荘に着いたのはそろそろ暗くなりかけていた頃だった検事はすぐ笠尾慶之助を石持圭介の死んでいた寝室に連れ込んだこの寝台の上で石持さんは死んでおられたのです不幸な叔父でした現在の妻に殺されるなどとはあなたは 石持さんの前の名字をご存知ですかえお前の苗字とはあなたは確か36とか聞きましたがそれなら245年以前の石持さんのことを少しはご存知でしょう245年というとほんの子供ですから一向存じませんあなたは石持さんの甥いですねはいあの 追いというのではありません。延辺のものです。実は恥ずかしいことですが、私が若い頃、本当に身を持ち崩しまして非常に困っていますときに、叔父、つまり石持ちに会いまして、それから世話になりましたのです。そうですか。よくわかりました。では今日はこれで。え？明日も何かお調べが。 ええ明日が主なる調べです今日はこの寝台で泊まっていただきたいですえこの寝台へはあ4月に入りましたがこの辺りは寒いのでご覧の通り特にスチームを通すことにしました夜中通しますから80度には十分なりますことによるともう少し上るかもしれません <laughs> ああ 私は寒いのは平気です。スチームは止めてください。でも、寒いですから。止めてください。私は頭痛持ちで。スチームなら大丈夫です。頭が痛くなることはありません。では、また明日。ま、待ってください私は、そうです。 大変な用を忘れていました。東京へ帰らなくてはなりません。それは困りますな。今夜ここへ泊まっていただくのも、実は取り調べの一部でして。こ、ここへ寝るのがですかそうです。私は実験がしたいと思うのです。あなたにこの寝台に寝ていただいて、部屋をすっかり閉め切って、 私は笠尾圭之介の顔色はみるみる青ざめてよろよろとよろめいて床にひれ伏したが次の瞬間にパッと立ち上がった時には彼は悪気の形相だったううよくも俺をはめたな。笠尾圭之介は検事に掴みかかろうとしたしかしその前に部屋の中に踊り込んだ 文書長の頑丈な腕で、抑えられてしまった。エピローグ殺人の方法笠尾圭之助が、石持圭介を殺した真犯人だった。彼は尾形重之が推理をした通り、石持圭介の寝室の窓と窓との間の壁の中に、ちょうど、

ところが、圭介が妻の八重子が不義をしているという妄想を抱き、自殺をして他殺と見せかけて、妻に嫌疑をかけて復讐しようという恐ろしい企みを遂げるために、急に1月に別荘に移り住んだが、未だその計画が運ばないうちに圭之ケの独首に倒れたので、つまり圭介にとっても、また圭之ケにとっても、悲しい計画の齟齬が起こったのだった。 そこへ深海村の公金消失海中隠匿事件追松伐採反対運動などがあって問題は紛糾したのだった笠松圭之助の考案した装置は実に巧妙極まるものだった彼は温度の上昇による自動ガス発生装置に物体の膨張を利用したすなわち 普通の寒暖系のようにガラス管に水銀を盛り水銀が温度の上昇によって膨張してある点に達するとあらかじめ張った電線に触れて電路を閉じ乾電池に電流が通ずるその電流はコイルに通じコイルは磁力を生じててっぺんを吸引するてっぺんの一端には乾管があって気硫酸を持ったガラス管の下部を開いて 滴の硫酸を皮下亜鉛を入れたフラスコの中に落とすそれと同時に電流が切断されて管管は元の位置に変えるすなわち温度の上昇によって水銀柱がある点まで上昇すればその度にごく少量の皮下水素を発生することになっているのであるなおこれだけではかつて緒方茂行が 検事事ににに問い詰められて返事に急したように温度が一定の高さになると昼夜を問わず皮下水素を発生することとなって目的が十分に達せられないので笠尾敬之助は最初温度が上昇する間は水銀が膨張しても電路を閉じることなく一旦上昇した水銀中が下降を始めてある点に来ると初めて皮下水素が発生するようにしたのだった。 すなわち水銀中が2度ある点を通過しなければ作用をしないようにしたのである今仮に非化水素の発生点を下肢80度とすると気温が上がって日中86度となってもこの際はガスが発生せず夜になって下降を始めて80度に達すると初めてガスが発生するのである笠尾慶之助は測候所の古い記録によって 別荘付近の夏季の気温の状況を調べて最高気温の日の温度が夜の10時ごろに示すべき温度をガスの発生温度と定めたこうすると寝台に寝ている石持圭介は夏の一番暑い日の夜10時ごろに死ぬはずであった最高気温より低い気温の日においては最高気温の日の夜の10時ごろ示すべき温度は10時より早く来るであろう したがってその時はまだ就寝前であることが多いもしその時間に就寝していればやはりやられるわけである就寝前にガスが発生することがあっても一回にはごく微量しか出されないからすでに竹下杉等によって経験されたように大した疑いを招かないで済んでしまうはずであるところが石持圭介が急に冬に来たのでストーブの熱で 思わぬ狂いを生じたのである。読者諸君はもうお気づきのことと思うが八重子や緒方茂之を起訴すると宣伝したことや寝室に単にラジエーターを置いてスチームを通すように言ったのはみんな賢治のトリックで笠尾慶之助の記帳を待っていたのだった要するに水銀の膨張を利用したトリックはやはり水銀の膨張を利用した 一本ののの体温計たためにに見破られるに至ったのである。なお石持圭介が転換患者であったかどうかは断定できないが生前の彼の行動と死後の解剖所見に照らし合わせて大体緒方茂行の推理が正しいであろう従って妻の貫通云々は全く彼の妄想に基づくもので当期急に別荘に移ったのも 彼の遺書から押して自ら命を絶って妻を殺人の罪に落とすつもりであったこともおなずかれる彼が妻に印を預けたのは深い意味がなかったと思われる彼はその準備を整えないうちに笠尾慶之助のトリックに倒れたから前にも述べたとおりこの点については緒方茂之の推理は検事から突っ込まれて窮したのだった。 尾形茂行と石持八重子の過去の関係及び両者の得意な性格については十分に述べる余裕を持たなかったがそれは必ずしもこの物語に重大な関係を持つものではないと思う。